押井さんはねもう俺あのパトレーバー見たんだけど呆れたという話しかなくてこれひょっとして地雷踏んだかなというかみんな押井さんのパトレーバーの実写版に納得してるのかなと思っちゃったんですよ。ところが、ツイッターー、でですね、のパトレーバーあれダメだわって言ってさあどうなるかなと思ったら別に荒れずにですねえそれどころかですね伊藤和則さんというパトレーバーシリーズの,あのシナリオをずっと書いてる人が今回「 脚本もおしぃさんなのね。もうおしぃさんのパトレイバーに関しては、もうなんかほっとくとかいうふうに言ってて、俺たち何の相談もないしっていうふうに愚痴ってんだよね。なんでかっていうと、パトレイバーシリーズって、一番最初のクレジット画面なのかな。あのいわゆる判件画面見たら、企画、えー、ヘッドギアって出てくる。漫画でもねでも、全部企画ヘッドギアって出てくるんだよ。そのヘッドギアというのは何かっていうと、パトレイバーを始めるときに、おしぃさんは後から参加したんだけど、伊藤和則とか、あと日浦甲とか、結城 出、えー、口くんとかが合同で作ったプロジェクトチームなのねでそこにまた押井さんも後で入ってきてこうヘッドギアチームの一つになった今後、えー、パトレーバーやるときはこのヘッドギアでやろうっていうふうに俺たちが一緒にやろうぜっていう青春の誓いみたいにやってるんだけどもこの間の例えば「廃棄処理13号」とかですねそういうオリジナルビデオを作るときはちゃんとそのヘッドギアチームに賛成したらしいんだけども賛成したというかまあ,あの交渉したらしいんだけども。 おしいさん、ね、なんかどうもヘッドギアチームに何も言わず黙って続編やってるらしいんだよね。でそれでもう伊藤さんが「据えてる」ってほどもないんだけど「まああの人はもうああいう人だからしょうがないんじゃないの」とお話に関しては「まあちゃんとやってくださいよ」としか言いようがないみたいな感じでツイッターでですねちょっとあのこぼしてるのを見てですね「うんやっぱりもともとのパトレーバー作った人たちって すごくきちんとしたお話を作ってるのねで。それを推しさんがだん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 私物化していく感じになってるのがやっぱなんかそのあんまりいい気持ちしないんだろうなというのが分かってですねあそうなんだなというふうに思いました。